マッチングアプリの添削配信をコラボしていただけないかなと思って連絡させていただきました。ブランディング的に厳しかった事務所など NG がありましたら、ないです。そこはないです。経験人数正しい。すげえすげえ。フォールガイズ負けたらっていう動画出てる。マジ気になんな。ちょ、一回見ていいか。ちょ、ミュートにすんね、一回。やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。スター部屋見て。めっちゃいいね。美しい。周辺環境を整えるとか俺欲求がねえんだよな、マジで。自分で汚すの分かってっから。フィギュアを飾るとかいう習慣ねえんだよな、俺。ザ・ゲーマーって感じだよね。加藤純一さんの部屋はなんか今こんな感じなんだよね。ザ・ゲーマーっていう感じだよね。なんか。山田涼介家もなんかこんな感じだし。あんまこういうネオン調好きじゃないからやんないんだけど。パソコン部屋とかリビングとかはちょっとかっこよくしたいなって思った時はあった。でも物が増えちゃってな。料理配信の時、俺の部屋見たらわかるんだけど、物がマジで多くて。ピアノも買ったし。この後ろでこだわりのなさがわかるでしょ。ジャスとかはちゃんとこだわりを持ってるからな。釈迦さんも最近こだわってる。意外となんか後ろちゃんとしてるわ。こだわりなさすぎるだろ。照明ぐらいは変えよっかな。サプリ教だからね。サプリがもうものくそあるし、まあ、こんなんあったら部屋映えないじゃん。まずこんなんあったらこれ半分ぐらいだからね、サプリ。パキラ、パキラ死んだよ。パキラは死んだ。完全に終わりを迎えました。せめて死体だけでも君たちにお届けしたいなと思って、死体をちょっとは置いておいてる。もう再起不能だね、ここへ来ると。部屋の構図ね、マジでな。マジで、なんかなんもないからな。デバイス何使ってるの？これ、ライアットからもらったやつ。で、これ配信技研さんに買ってもらって、俺使い方わかんないからいじれない、これ。すんげえいいやつらしいんだけど、何使ってるかわかんなくて、機能を引き出せてない、マジで。で、このストリームデックちゃんもいつかセッティングしようと思ったけど、買ってから放置してるね、これ。あ、ここら辺はちょっとあれです。じゃあ、チンチン用のサプリ、これは。チンチン用の薬。いや、ED じゃないんだけど、いや、あるとないだとねー、この話ちょっと生々しすぎるな、今何人の配信。1000人の時にするわ。1000人の時にする。今ちょっとぐらい。共有かい？いや、わかった。これだけ言っとくわ。お前らが 100% だと思ってるものは 100% ではない。それだけ言っとくわ。100% 見たい。お前バカす。おいバカすぎだろ。めっちゃバカだな、お前。なんか興味があったら買ってみるといいかもね。面白いよ。なんか最近面白かったことあったかな。あ、なんかめちゃめちゃ際どいコンテンツを配信してる VTuber から DM があった。もともと飲食店の店員さんだったのかな。ちょ、これはコートしか言えないんだけど、お風呂屋さんの店員さんか飲食店の店員さんなのかな。七星七海って人だね。はじめまして、 VTuber の七星七海と申します。リスナーでマッチングアプリの添削配信をコラボしていただけないかなと思って連絡させていただきました。もう最初から攻めてんだよな。マッチしないリスナーのマッチングアプリのプロフィールを添削する。マッチングアプリを使った出会い方のコツなどを男女目線から話す、などを考えております。もしご一緒させていただけるのであれば、一緒に企画を練っていただければなと思います。で、VTuber やってんだよ。なんでお前は VTuber やってんだ。ブランディング的に厳しかった事務所など NG がありましたら、ないです。そこはないです。七点さんのちょっと切り抜き見てみるか。ちょっとこれすごいんだけど、これ映るかな。サムネがいかれてるんだけど。元風丸城大絶賛やれるプロフィール。おい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 、
すげえな、マジで。攻めすぎだろ。ちょ、この方のちょっと YouTube 見てみましょうか。チンマルソムリエと元お風呂屋さんの対談ってことでしょ。こんな熱い対談ないぜ。アニメとゲームで筋トレが好きなオタク大学院生、USJ も好き。女の子がいる環境にいないので、うん、話し相手からでもいいので、よろしく。ということで。ちょっとこれが。これ、あれだよ。ゲームの募集してるんじゃないんだよ。これちょっと、これまず自己紹介がひどすぎだろ。マッチングアプリの一文だよね。この文章がまず受けるわ。正直すぎんだろ、お前。はい。まあ、すごいなんか伝えたいこと。ちょっと、こっちのソムリエエグいんだけど。何をソムリエしてんだ、この人。お写真もね、いただいて。え、お写真も配信で、あげるのは、かわいそうかなと思って。ヒーロー、ヒーロー、ヒーロー！バカすぎだろ、お前！ありのまますぎるだろ！なるほどね。なるほどね。なあ、面白い。めっちゃ面白い、この人のコンテンツは。アングラー VTuber の中だとこの人が人気あんの。スタミさんからのコーチングありますか？いや、この人たちに対してないけど、これに対しては、だってこれ Tinder でしょ。出会おうとしてるとこ間違いなって。なんで俺これマジで、ちょっとね、Tinder が悪いけどね。Tinder がマジで悪いんだよ、これは。ただ Tinder がなんか普通のマッチングアプリとしてなんか、佇んでるのが、そもそも、騙されてしまう理由としてあるんだよね。本当にやるだけのアプリだよ。マジで。マッチングアプリとは、系統が違う。マジでワンナイトだから。だって、渋谷とか新宿に書いてある Tinder のでかい広告なんてあるか知ってる？まあ、若気の至りってことでって書いたんだよ。でっかく、文字で。なんかそれをもっと広めた方がいい。もうむちゃくちゃなんだよ、このサイトは。清い心を持ったユーザーを騙しにかかってる Tinder が悪いわ。もっとなんか、商売としてそれ言わないのは正解なんだけど、やっぱりね、こういう清いプレイヤーを見ちゃうとね、心がちょっとね、苦しくなっちゃう、俺は。チンコ用だから、これは。このアプリはマジでそうだよ。じゃあ何をヒロにおすすめするの？Tinder以外だよ。Tinder以外やったら何でもいいんだって。この人の他のコンテンツちょっと見に行ってみるか。ちょ、俺の知らないことをちょっとこの人から学びたいな。おっと、サムネがやべえな、まず。経験人数3桁らしい。すげえ、すげえ、すげえ。ユニバおごりますわ。ユニバおごりますわ。ギャルがついてくると思うよ。ユニバおごりますわ。マジで。結構ね、確率出会えると思うよ。ただ、うん、私だったら行かないって思うのは、うんうん、そんなデートよりも、セックスがしたいから、私だったら行かない。え、でもさ、ミラコスタ。俺も、Tinder は、ディズニーとか、言わない方がいいと思う。多分ね、ほんと Tinder はこんなんばっかだよ。ミラコスタでセックスする。そう。まあでもね、ディズニー難易度高いからね。初っ端ディズニーデートマジで慣れてないとやめた方がいいよ。マジでね、超難易度高いと思うよ。まず、混んでたら、並ぶ時間の、まあある程度の喋る能力。で、喋んなくても心地いいなって思わせるなんかその能力。空いてたとしたら、その、道筋を作る能力、企画力がいるんだよね。どちらにせよ難易度高いから。思んないことするとバレちゃうよ。まあでも、この人面白そう。この人はもともとそういう視聴者を持ってるだろうから、なんかその、持ってきてくれそうだしな。Tinder の、プロフィールを、他の人のやつ。相性良さそう。俺はここと相性いいのか。V スポ NG とか出ないよね、今後。二次三次 NG とか出ないよね。この人とコラボすることによって。全然ありそう。ちなみにその人企業勢です。は？ Tinder 所属？ Tinder の擬人化？セキュラーでもいいよっていう。事務所なんだ。すげえ。フォールガイズ、負けたら健康器具っていう動画出てる。マジ気になんな。ちょ、一回見ていいか。ちょ、ミュートにすんね、一回。マジで見たい。
健康器具すげえな。健康器具すご。ま、でもちょっとあれだな。めっちゃおもろいな。捉え方によるんだよ、すべては。俺がこの状態でさ、足マッサージしてますっつって。足マッサージしてますって言ってんのにバーンされたらスイッチが悪いから。何を考えたの君たちはってないでしょ。ということが最近ありました。VTuber、アングラ VTuber の方から DM が来たんで。